ほら。これをこうやって巻くことによっていつの間にかレタスです。ほら。パワーをしゃぶ肉になる。こうすると衣がはじき、食べちゃおうか。こうやって下の方にずずずずっと下ろして、ほら、これをこうやって巻くことによっていつの間にかレタスです。ちょっとで最終的にはもう一度緑に置いて外側の葉っぱを作る。これちょっと色が悪いかもかな。ほら。ほら。ちょっと黄色が強かったかな。これを細かく分けて。おじさん包丁使うのうまいんだぜ。元魚屋さんだ。マグロおろしとったんだから。はい、こんな感じ。白、ほら、ポテトサラダ、卵を流す。こうやったら焼ける。ほら、焼けてきたじゃん。卵の白身だよ、これ。焼くんだよ、毎回ね。で、裏返して焼き色を塗る。このまんま、このまんま巻いていく。はい。はい。
まずエビの胴体から作る。胴体とこうやって作っていくね。ほら、刺すだけ。エビ感が出てくる。こうすると衣が弾き散った衣になっちゃう。食べちゃおうか。ほら、黄色いのにこうレモンシロップをとか言って、これを上に塗って、ほら、チェリーも乗っける。で、裏技。メロン、よし。でもこれは大人のアイスクリームになります。はい、乗っけるよ。ドン。すご技。白。こう冷たい水があると一番いいね。子供たちが作ってくれるね、みんな。子供たちに作らせる。ろう細工。ゲタース作りと卵焼きとか目玉焼きとか。何ができると思う？こんな感じ。白。なんだと思う？想像つかんまだ。ほら、こんな感じ。すき焼きやるときに。
入れてもな。これ醤油。濃いかもだな。